はい、こんにちは、しあすかです。好きなことで夢を叶えるヒントの21ということで、日光浴を習慣にするというお話をさせていただきたいと思います。人の、体に関しての専門家といえば普通は病院の先生っていうふうに思いつくと思うんですけど、病院っていうところはですね、文字通り病を治してくれるっていう意味で、マイナスの状態をゼロに戻してくれる場所なんですね。もしくはそういう専門家の先生が病院の先生なわけです。ですから元気にしてくれるわけですよね。気を元に戻してくれるわけです。ですけどゼロをプラスにするというのは病院に行っても専門家ではないわけですね。あくまでも病院っていうのはマイナスの、体にとって何かマイナスの状態があって、それをゼロに戻してくれるっていう場所なわけです。ですから自分の体の状態をゼロをプラス100とかにしていくのは自分の習慣でやっていく必要があります。で、体と心っていうのはつながってるんですよね。で、それは鶏が先か卵が先かっていうことで、体が元気だから心も元気なのか、心が元気だから体が元気なのかっていうのはいいとしても、いずれにしてもこの心と体っていうのは完全につながってるわけです。ですから体に元気がないと心も元気がなくなりがちなんですよね。ですから夢を叶えるっていうのは、その今日夢を描いて今日叶うとかっていうことではないので、やっぱり体が資本なわけです。で、それも単に元気なだけでは足りなくて、もっと健康でエネルギッシュであるっていう必要があるわけですね。なので、まずあなたの体の状態を整えていく。その時に万物のほとんどの生命エネルギーっていうのは太陽を元にしています。その、この太陽圏、宇宙の中でも太陽圏っていうふうに限ればですけど、地球の生命体っていうのはほとんどが太陽が元になっているわけですね。で、ほとんどっていう言い方をして、なぜ全部じゃないのかっていうと、実は原子力っていうのが違うっていうのと、原子力っていうのは科学技術で人間がエネルギーを取り出すっていう技術なので、原子力が違うっていうのと、あとはその月ですね。月も結局その波の状態をですね、海の波の状態を変えるぐらいの、引力というかエネルギーっていうのを持っているので、月と原子力は除きますけれども、それ以外の、エネルギーっていうのはほとんど太陽を元にしているわけです。だから今太陽光発電っていうのが進んでますけど、もともと火力発電の石油石炭っていうのは太陽のエネルギーがなければそもそも石油石炭っていうのは作れなかったわけです。作られなかったわけですし、水力発電にしても海の水を気化するときには太陽エネルギーを使ってるわけなので、元はといえば太陽エネルギーなんですね。だから地球に存在するほぼあらゆるもののエネルギーっていうのは太陽エネルギーです。で、やっぱり冷帯、寒い地域、冷帯とか寒帯に住んでる人っていうのは鬱になりやすかったり、自殺しやすかったり、もしくはその平均寿命が短くなりがちなんです。それは日射量が少ないので、日光に浴びる時間っていうのが相対的に少なくなる。逆に温帯とか亜熱帯の人たちっていうのは、たとえ経済状況が厳しかったとしても明るかったり元気だったりするので、平均寿命が長くなりがちなんですね。というふうに、日光っていうのはかなり私たちの体に大きな影響を与えているものです。ですから、あなたが実際好きなことで夢を叶えるって言った時は、やっぱり自分の体っていうのを元気なだけじゃなくて健康でエネルギッシュにしていく必要があるわけですね。その大きな元っていうのは、やはり他の生物、植物などと同じように太陽っていう、その太陽エネルギーっていうのが非常に重要な鍵になっていきます。ですから、すごく日中、午前中でも日中でもいいんですけれども、 ご自身の時間のある時にとにかく太陽に当たるという時間を、1日5分でも10分でも15分でもですね、習慣にしていくと、確実にあなたの体っていうのは元気を超えて健康でエネルギッシュになっていきます。これは断言します。ものすごくやっぱり体の疲れを感じにくくなりますし、日々エネルギッシュに活動しやすくなっていきます。ですので、ぜひ太陽を浴びようと、日光浴をしようというのを日々意識しながらですね、生活をしていていただければなというふうに思います。はい、今回は好きなことで夢を叶えるヒントの21ということで、日光浴を習慣にするというお話をしました。はい、今回の動画もご視聴くださってありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。